本格焼酎の出来栄えを審査する焼酎の鑑評会が鹿児島市で開かれました。鑑評会は本格焼酎の質や製造技術の向上を図ろうと毎年行われているものです。今年は昨日と今日の2日間で県内にある96の蔵元が出品した芋焼酎や黒糖焼酎など215点が審査されます。メーカーへの焼酎製造のアドバイスなどを行う熊本国税局など専門家6人が審査員として参加し、焼酎の香りや舌触り、味などを確かめながら評価していました。素晴らしいものが揃っていたと思います。日本だけじゃなくて世界の人にこういったいいお酒を知ってもらって、消費者が増えることによって、製造も増えていけばと思っています。県内の本格焼酎はコロナ禍により需要が減っていることなどから、出荷量は去年の6月までの1年間で前年より 3.1% 減っているということです。